イメラジオ第5345回、今日は令和5年7月31日月曜日です。時刻は午後8時半岡山美作、もう夜ですね。田んぼが多いのでカエルの声がどんどん聞こえます。夏はいつもそうです。さて5345回目、今回は猿之助さん保釈へ、こんなタイトルです。猿之助さんが権利保釈されるようですね。地検、検察の方は証拠隠滅または逃亡の恐れがあるということで準抗告というふうに保釈に反対したようですが、認められたようですね、この保釈は。つまり検察の準抗告は退けられたようです。今が午後8時なんですけど、もう原宿警察署には報道陣が100名以上詰めてるとか。今回準抗告、検察のねが退けられ、そして保釈されることに決まったのは、まあ、500万円払ったという、そういうこともあるんですが、もう罪証隠滅ですね、その恐れもない、今更お家帰って何か隠滅するようなものもない、あと猿之助さんが逃亡しそうにないよね。どこ逃亡するんですか。あとしたらすぐ見つかるじゃないですか。ですから罪が決まるまでは保釈するんだということで保釈となったようです。これからは裁判で一体自殺ほう助ということなんですけど、それがどの程度の罪に問われるのか、それがテーマになります。そしてそれまではご自宅で待機と。だからずっと猿之助さんは原宿警察署に拘留されていたんですけれど、1ヶ月ぐらいでしたか、今回そこから保釈。ただ目黒のお家には帰れないかもしれませんね。また都内のどこか病院かホテルかでということになりそうです。今後そのご両親へのほう助というのがどの程度認められるのか、もし幇助というのが認められなければ、猿之助さんはただ単に自分の自死を図ったというだけのことになり、これは罪とはなりません。そうではなく、ご両親が亡くなられるときにご自身もそれに関わったということになれば、これは幇助という罪になりますが、ただしそれもいろんな状況がここに加味されて、それで罪が決められていきますから、裁判の行方は今の段階では何とも言えません。いずれにせよ猿之助さんというこの人物が逃亡しようと思ってもできないし、もうすぐに面割れしちゃうわけですよね。また今さら隠滅するべきものもない、まあ今保釈しても害がないということなんですね。ということで長いことを拘留しておく、罪も決定していないのに、それは良くないと、人権にも関わるということで保釈。だからこの保釈そのものは良いニュースだと私は思っております。そして今後裁判で猿之助さんが一体どういう、裁判になれば猿之助さんは被告という形でどうしても話をしなくちゃいけなくなりますから、そのどういう言葉をお話になるのか、裁判の場でね、そしてどういう罪が検察の側から言い出され、裁判所がどう判断するのか、しかもずっと長い間かかる、そういう裁判がこれから始まります。その間猿之助さんは拘留されることはない。猿之助さんが保釈へ、これは
このこと自体は良いニュースです。そして今から始まる裁判、ここでどういうことが語られ、そしてどういう罪が裁判所から言い渡されるのか、ここへと話が移っていくことになりました。夢ラジオ美作からの放送、猿之助さんが保釈へ、そんなニュースでした。